蒸気ローラー蒸気ローラー蒸気ローラーは建設機械の一種で道路工事や空港で表面の平坦化に使用される車両のうち蒸気機関を動力とするものである。正式にはロードローラー。平坦化には車両とロールの大きさと重量が決め手になる。大きなシリンダまたはドラムを装備している。蒸気ローラーとトラクションエンジンは似ていて、 多くのトラクションエンジンのメーカーが特許権が切れると後に設計を流用して蒸気ローラーを生産した。鍵となる違いは前輪がローラーであることである。世界の一部の地域では蒸気ローラーは今でもロードローラーとして使用されている。この記事では蒸気式ロードローラーに限定して記述する。内燃機関を用いるものはロードローラーを参照。 多くのローラーは同じ基本的な設定である。2つの平滑な後部車輪と1台の幅広の前輪である。地域によっては前後に同じ幅広のローラーがあるものもある。この形式は小型の内燃式ロードローラーにも道路の舗装や補修に使用されている。多くの蒸気ローラーの設計はトラクションエンジンの流用である。同じメーカーが生産している。 最も大きな違いは車輪である。すべてのトラクションエンジンは大きなスポークリンシンの幅広のリムの鋼の車輪を装着する。道路を走行するときはソリッドホートゴムのタイヤをリムの周囲にボルト締めする。農地で使用するときはリムの周囲にリムに対して斜めにストレーキをボルト締めする。蒸気ローラーの場合、平滑な後部車輪と全部のローラーである。 ローラーは単一の幅広のシリンダである。これはトラクションエンジンの分割された車輪と車軸に交換できる。通常の配置では前のローラーは中心で煙突の前にある。十分な視界を確保するために過失はローラーアッセンブリーの前方にある。多くの蒸気ローラーは現在保存されていて特別な行事などで見ることができる。模型は趣味の愛好家が作ったりしている。 イギリス各地で開催されるスチームフェアでは展示が行われる。グレートドーセットスチームフェアでは実際に舗装する様子が実演される。ありがとうございます。